ラペルーズ級巡洋艦はフランスが建造した鉄骨木目構造の規範操巡洋艦である。フランス海軍での類別は二等巡洋艦。本級は1872年から続く植民地警備用の小型巡洋艦の流れを組むもので、1875年からの二等巡洋艦2クラス8隻整備の第一グループとして造船士官ビエナーム氏の手により設計。 建造されたのが本級である。本級の船体形状は当時、フランス海軍が主力艦から軽艦艇に至るまで、主に導入していたタンブルホーム型船体である。これは、水薦部から上の構造を複雑な曲線を用いて引き絞り、船体重量を軽減できる船体方式で、他国では、帝政ロシア海軍やドイツ海軍、アメリカ海軍の全土急戦艦や巡洋艦にも、 採用された。外見上の特徴として、水栓下部の干首管備は著しく突出し、かつ、原則艦板よりも水栓部装甲の部分が突出するといった特徴的な形状をしている。このため、水栓下から艦板に登るに従って船体は引き絞られ、艦板面積は小さくなっている。これは、美法の社会を船体で狭められずに広い社会を得られる。 本艦の船体形状は全球と同じく管元の高い艦首から低い艦尾までなだらかに傾斜する平ら貫板型船体でブリーク形式の搬送用マストを3本備えていた水面部が突出した艦首から艦首貫板上に主砲の 14cm 単装砲が旋回砲がに乗せられて並列に2機、船体中央部に棒立てのついた単素砲賀で片元6機ずつ 完備側に 14cm 炭素砲が旋回砲がに乗せられて1機の計15機である。1番マストと2番マストの間に船橋が設けられて中央部に露天の操作環境となっている。船体中央部の1本煙突はプリモゲのみ細身2本煙突であった。煙突の周囲は関西艇置き場となっており、船体中央部の原則に2本1組のボートダビットが 片源二組の、計四組により運用された。後部看板上に三番マストの順である。ありがとうございます。